化の術力の顔を思い知る。勝てません。
Thank you.
平気なのか？お嬢さん、お体の方は？はい、もう平気です。ただ私、皆さんに助けられた以前のことを忘れてしまっていて、名前以外思い出せないんです。なんて名前だ？私はアンジェラと言います。素敵な名前だ。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。よろしくな、アンジェラ。寝ちまえば、そのうち思い出すだろ。三時の飯はすんげーうめえぞ。好きな料理は何だい？食べたいものがあったら何でも言ってくれ。はい、ありがとうございます。
気づいてくれたんだ。いいね、合格。そんなに警戒しなくても大丈夫だよ。いいね、悪くない。だがまだちょっと早いかな。いや、なんでもない、こっちの話さ。君は本物かな、それとも。転送完了しました。情報だと確かこの辺りなんだけど。キルアだ。ゴンなのか。やっと会えた。ゴン、隣のやつは誰だ。今一緒に戦ってる仲間なんだ。仲間、紹介するよ。俺の親友キルア。ゴン、少し離れててくれ。こいつに話がある。どうしたんだよキルア。まさかキルアもキューブに操られて。
お前は俺の知ってる本物のゴンなんだな。何言ってんだよ、そんなの当たり前じゃん。だろうな、戦って分かったよ。どういうこと？ここに来たばかりの頃、お前に襲われたんだよ。え、それってまさか。ああ、お前の偽物だろうな。こいつ、密かと手を組んでたぜ。ヒソカと？そのヒソカも偽物だったの？どうかな。そっか、キルア、きっとキルアがあったのはレプリカだと思う。俺たちが今戦っている敵、そいつらが作った偽物なんだ。そういうことか。疑って悪かったな。もういいよ。俺たちの基地、アンブラスベースだよ。へえ、かっこいいじゃん。で、ヒソカのやつはいないのか？あ、そういえば、きっとそのうち出てくるんじゃないかな。だといいけどな。さっきも話したけど、お前のレプリカと一緒にいたヒソカ、あいつが本物だったのかどうか、はっきりしないうちは油断できないぜ。うん、そうだね。
Yeah!
気をつけてみな。まだだ、まだだ、つかない。Yeah!
てやる。なんだおめえか。ん？いや、留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつが、オラリーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけんどよ。叩きたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした？悟空と一緒か。メキシコ地域で J フォースがベノムズと交戦中だ。地球救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。お前、レプリカだろ。助けに来たぞ。悟空のおっさんか。悪いな。こいつは本物なんか。いや、こいつは偽物だ。本物のトグルはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか。一度戦ってみてえな。悟空のおっさんらしいな。でも、まずは目の前のこいつをぶっ倒さねえと。そうだな、ユスケ、行くぞ。
偽物なにタグなやつだったな。驚いたぞ。悟空のおっさん、まだいけるか？あ、もちろんだ。なんだ？あぶねえ！レイガン！ユスケ！クソーク！心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ、悟空のおっさん。あ、もちろんだ。おやおや、あなたは。レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在が J フォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、共闘と行きましょう。もっとも戦いと言えるものになるかは疑問ですが。さあ、楽しい宴を始めましょうか。これは意外ですね。虫けらと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですが、その程度ではね。大丈夫か？あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。Woo!
ますよ。これほどとは。なるほど、君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か。おや、皆さんお揃いで。残念ですが今日のところはここまでです。フリーザ、次こそはおめを倒す。そうですか、それは楽しみです。ではごきげんよう、Jフォースの皆さん。大丈夫か。おめ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろう。ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。障りな連中、僕、あの脅威になる前に排除した方が良さそう。そう心配する。奴はただの元の人間だ。この俺とは違う。自らを善だと信じているのだ。正義や希望などといったくだらない言葉にすがる弱者たち、お前たちに教えてやる。頂に立つ強者こそ善悪を定めることができるのだ。この生きすべく世界を作り変えてやる。みんな集まったようだな。すでにみんなも気づいていると思うが、ヴェノムズの陰で目立ってはいなかったジャンプ世界から現れる敵の動きが活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か。アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ何を企んでやがるんだ。彼らが共闘している目的はわからない。だが
レプリカを利用していたことから考えて、ベノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えば、あの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったんだ？あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。サンジの飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろ、あの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続きみんなにはベノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。俺たちの力見せるときみてえだな。お前ら行くぞ。リュウク、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウク。見た目はこんなだが、危害を加えるようなことはしない。リュウクのことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない、あのアンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか。どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか。何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのことか。そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。それじゃあ、僕はそろそろ。呼び止めて悪かったね。